COP357 は COP 社が開発したペッパーボックスピストルである357マグナム弾4発を装填できるダブルアクション式小型拳銃で縦2列、横2列の計4本の重心と薬質を保つ構造から通常の拳銃の2倍ほどの幅がありまた同サイズの典型的な 25ACP 弾を用いる 自動拳銃よりも多くの場合重量が大きい。比較的小型なサイズに強力な実砲を用いることにより、この拳銃は護身用の武装や警察の補助装備となった。22インチェスターマグナムリムファイヤー弾を用いる、より小型のバージョンも量産された。アメリカの特許4407,085からのイラスト。内部機構を示す。COP。 357は設計と構造の点で極めて眼鏡である。この銃は強靭なステンレス鋼の部材で製造されている。弾薬は別々の4つの薬室内に装填され、弾を込めるにはトップブレーク方式の三段銃と同じく、ラッチによって薬室を跳ね上げ式にスライドさせる。4つの薬室の脳路には専用の激震が取り付けられている。 この拳銃は内蔵された撃鉄を用いており、引き金を引き絞ると、ラチェット作動、回転式の激震を打撃する、要作動する。この機構は一度に一本の激震を順番に叩く。より旧式のペッパーボックスピストルも、また、複数の重心を用いていたが、これらの重心は部材ごと回転していた。COP357 は、順番に、 各薬室を撃破するため、完全に内蔵されているもののラチェット作動、回転式激震を使用する点で、1850年代のシャープス射性、リムファイアーペッパーボックスピストルと同様な作動を行っている。COP357 に関する不満は2点出されており、予備の銃として使うには重すぎ、また早打ちするには、 最近の回転式拳銃と比較してもトリガーアップルが重すぎることが挙げられる。本銃はロバート・ヒルバーグによって設計されたもので、ヒルバーグの初期の作品である反乱用兵器を基礎としている。1983年に特許が取得された。この銃はカリフォルニア州トランスの西ロミタ大通り3040にあった COP 社で生産されたが、 同社は現在解散している。1990年のごく短い期間、この銃はアメリカンデリンジャー社で製造された。この銃は幾本かの映画の中で小道具として用いられており、いくつかの例では回収が加えられている。COP357 は1982年の映画ブレードランナーの中で映画の最初にブライオン。 ハワード・ジェームスが演じるレプリカントである、リオン・コワルスキーにより使用された。またテレビ番組、0011ナポレオンソロを、再びテレビ向けに撮影した1983年の作品、ザ・リターン・オブ・ザ・マン・フロム・アンクル・ザ・フィフティー・ニアーズ・レーター・アフェアでは、ロバート・ボーンが、ロケット弾を打ち出す妖怪回収を加えた一丁を、傾向した。また、COP357 は、 マトリックスリローデッドのパーセフォニーが傾向しているのを見ることができる。また、この拳銃は21ジャンプストリートのカーチェイスの場面にも登場する。アニメキディグレードではヒロインであるリュミエールの愛獣として登場している。漫画シティハンターでは野上玲香がこの拳銃を所持しているシーンが複数ある。ありがとうございます。